Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwamiです。よろしくお願いします。はい、ですね、この箱はね、まあ、ここにロゴ書いてあるかわかるよね。結構でかいですね。私、身長がでかくて、まあ、でかくてって自分で言うのもなんですけど、まあ、大きい方ですね、今は。昔はね、めちゃくちゃ小さかったんですけどね、いつの間にか大きくなっちゃいました。で、普通に、だったら183.4くらいあるんで、結構高い方だと思います。で、私がね、立ち膝、違うな。立ち膝だとこのくらい。お尻を下ろして、かかとの上に座ると、こういう感じ。まあ、結構大物ですね。はい、本日は何をやるかというと、こちらの、アプリカの、ベビーカーの、検品を兼ねて開封動画を、撮りたいと思います。Today I'm going to, unbox this, stroller, to check whether this one, has a nice shape or not.Okay, I will just check it. Check this one inside. はい、ということで、中身を、見ていきます。ちょっとね、カメラにね、あんまり映ってないんですけど、すいませんね。よいしょ。ちなみに、このアプリカの、ベビーカーは Amazon のサイバーマンデーセールで安く買いました。今は、35,000円くらい。だけど、そのね、セール期間中は25,000円だったかな。そんくらい結構安くなってました。メーカーがアプリカ、品名がソラリア、品番が92776です。色は、リュエリアグレー。まあ、グレーなんでしょうね。グレーです。はい。ということで、開けていきます。このまま開けるんだ。いや、めっちゃ重てえ。重てえよ。重たい。映ってるかな？グレーですね。グレー。はい、今、中身を開けました。で、こちらがベビーカー本体です。で、付属品と紹介しますね。こちらが、赤ちゃんの頭を守るね、クッションです。なんだっけ？卵を落としても割れないみたいな。そういう感じの、なんだっけな。忘れちゃった。覚えてない。はい、卵を落としても割れない。赤ちゃんの頭を守りますよっていうクッションです。で、こちらが取扱説明書。で、こちらが、ですね、アプリカの保証サービスの案内の紙ですね。ですね、注意点がありまして、インターネットで、事前登録をすると、3年間保証になるようです。で、保証、この登録をしないと、1年間ですね。なので、これ登録した方がいいな、と思います。はい、それでは、ちょっとね、近づいて、このベビーカーの全体をお見せしたいと思います。私のね、部屋がね、ちょっと汚いんですが、すいません。うん。こういう感じで、ですね。で、ここが、タイヤのストッパーです。ここもね、ここもタイヤのストッパー。ちょっとね、暗くなっちゃったの。私の影で。はい、横からはこういう感じで。これがハンドルの、角度を調整するボタンですね。まあ、こちらも同様に。で、上にここが、ロック。ん？ロック。この、今の状態でロックしてあって、ロック解除という感じですね。はい。では、まず最初にタイヤのね、ロックがかかってるので、ロックを解除します。ロック解除して、
タイヤのロックを解除したら、ハンドルのロックを解除します。はい。赤いのが見えて、あの、鍵のね、開いたマークが見えます。これでロック解除。で、ここにボタンがあるので、やっとこのボタンが押せるようになりました。そしたら、赤ちゃんの体をね、支えるガードがあるんです。まあ、横にした方がいいか。で、こう、ボタンを押しながら、このね、ガードを掴みます。そうすると、こう、開くようになっております。ほらほら。ちょっとね、汚い部屋だからね、なんかね、あんまり、って感じですけどね。まあ、いろいろロックがあるんだな。おぉ。おおっと、いやー赤ちゃんいないけど楽しいな。で、赤ちゃんを前向きにね、向けて、前に向けた状態で走らせる場合はこうで、赤ちゃんを後ろ向きにね、私と向かい合うようにしたい場合はここのね、ロックを解除してこのバーを反対側に入れる。で、カチンというまでね。で、こうですね。おお、まだちょっと使ってはいないんですが、赤ちゃんもまだ生まれてないんですが、ちょっと触った感じのね、印象を述べさせていただきたいなというふうに思っております。まずハンドルから言いますね。このね、角度が、身長やね、その人の使いやすいポジションに応じてこのハンドルを角度調整できるっていうのがいいなっていうふうに思っております。そして、次に、ボディがね、結構ね、しっかりしてるんですよね。アルミだと思うんですけど、なんか、安っぽさがない。しっかり硬いっていうか、弱そうだなっていうふうな印象がないですね。次に、シートの高さが、地面から結構離れてるので、まあ、季節のね、暑さだったり寒さだったり、そういったものから影響を受けにくいのかなというふうに思っております。高すぎず、低すぎずという感じですね。ベビーカーだからっていうわけではないんですけど、背面でも対面でも、利用できるというのがいいなという。こういうふうにね、後ろ向きにも前向きにもできるということですね。シートが丸洗いできる。まあ、これだけではないですよね。というのもいいかなと思っております。最後に、タイヤが、自動で、まあ、背面の状態でも、対面の状態でも、押しやすくなるようにできてるんですね。ちょっと難しいな、これ。最後のはちょっと私の言葉では無理なので、映像にね、残したいなと思います。いきますよ。まあ私の言いたいことは、こういうことです。前向きにね、赤ちゃんと対面しない状態で、こういう風にね、走らせると、後ろのこっちのタイヤがロックされているんですけど、はい。今度、いきますよ。ほらほら、わかりますか？ほらほらほら。私が言いたいのは、進む方向に応じて、なんて言うんだろう。片方のタイヤがロックされる機構になっていると言いたいんですけど、対面した状態だと、まあ、こっち側に進むわけですね。こっち側。指が入って、こっち側にね、進みます。こう進みます、こう進みます。そうすると、こっち側のタイヤが、固定されてると動きやすいわけですよ。で、逆に、背面の状態だと、こっちのタイヤが固定されてると動きやすい。で、ちょっとしばらく動かしてると、ほら、後ろのタイヤが固定されるような機構になっていて、非常にいい。で、今、そう、
言った通りなんですけど、後ろの進む方向に応じて後ろの後輪になるタイヤが勝手にロックされて押しやすいような構造になってます。はい、そうですね。そう、ちょっとね、やっぱこれね、難しいな、説明ほんと難しい。私の日本語能力がね、乏しいっていうのもあるんですけど、なかなか難しい。ただ、使ったら、おーって感動すると思います。私は、あんまりね、そんなに別にどうでもいいんですけど。はい、ちょっといまいちな点をお話しして終わろうと思います。いまいちな点は、私個人ですけど、貧乏症なので、価格が高いなっていうふうに思ってます。2万円って結構私には大金で、普段私、自分にね、何もなければ、3000円くらい、1ヶ月3000円も使うかなっていうくらいなんですよね。外食もしないし、喉が渇いたら、まあ、公衆、なんだろう、どこかしらの水道水でも全然大丈夫、生きていけるので、そういう、まあ、貧乏な生活をしてますので、はい。水道水で生きてます。はい。なので、非常に高い買い物だったかなと思います。で、まあ、赤ちゃんのためかなと思うと、まあ、いいかな、というふうに思ってます。で、次にいまいちな点は、私が事故後っていうのもあるんですけど、体が痛いのもあるんですけど、結構重たいな、というふうに思います。で、一軒家じゃなくて、マンションとかアパートとか、エレベーターのないマンション、アパートだと、これを階段で持って下ろすっていうのは、女性には多分厳しいんじゃないかなと思います。なので、もっと軽いベビーカーがあるはずなので、まあ、強さは多分こっちの方がね、しっかりしてると思うんですよ。剛性とかそういうのは強いと思います。重いので、しっかりした素材で作られている。ただ、軽さ、運びやすさっていうのは全くないかなと思います。はい。そんな感じでね、結構多分10キロくらいあるんじゃないかな。5キロ、10キロあるんじゃないかなと思います。はい。という感じで今回は、終わろうと思います。I bought this one.And then I was surprised to know that so many systems about this baby stroller. One is tire. This baby stroller has a smart tire. Yeah. Easy to carry baby with this. And then.Very comfortable for anybody. I can adjust this angle. And then, what else? Yeah, that's all. And bad point is just price. And then weight of this baby stroller. I think.A lot of women cannot carry this one from second floor to first floor by stairs. I mean, walking down from second floor to first floor. はい、という感じで、終わろうと思います。では、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ベビーカー買おうとしてる方、ちょっと価格は高いですけど、こちらのベビーカー、結構いいです。アマゾンで探してみてください。ソラリア、アプリカのソラリア、92776です。はい。セールでね、安くなってたら、ぜひ、欲しい方、買ってみてください。では、あと、そうですね。はい。ということで、あとね、3年間保証は自分で、ウェブ手続きが必要になりますので、手続きしてください。私、多分これね、今日開けてよかったなっていうふうに思います。これ多分、手続きしないで終わっちゃってたかもしれないですね。はい。ということで、以上です。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。
Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. これ2回目いったかな。はい、じゃあ失礼します。